この巨大な猫は幸せを届けてくれるんでしょうか。蔵元アイス、皆様は聞いたことございますか。蔵元アイスは創業100年以上の老舗で、このアイス一つを作るために約2日から3日をゆっくり凍らせて、純度の高い氷を、まあ、見てください、こういう透明な氷を作ってる会社です。もうコップの中に氷を入れただけなんですが、美しいですね。この氷は海外からも絶賛されて、ラスベガスとか LA とかニューヨーク、アメリカ中心に結構今人気が出てる、いわゆる忍者アイスって皆様は聞いたことございますか。見てください、さっきまで氷があったんですが、氷はどこに行きましたかね。あまりの透明さに炭酸水を入れたら氷がこうやって見えなくなる、いわゆる忍者アイスです。まずいただきます。まあ簡単に説明すると、以前使ってた氷の時って炭酸の動きがすごく激しくて、この状態でもすごい炭酸の動きが激しかったんですが、この蔵元アイスの氷はそこまで炭酸の動きは激しくない分、こうやって飲んだ時に炭酸がダイレクトに食道に突き刺さるような爽快感を得られます。あれ、やっぱりグリーンラベルって美味しいんですかね。普段ウイスキーの匂いが嫌で鼻を近づけることもないココちゃんが今クンクンしましたね。アングリーバード、久しぶりに飛んできてくれ。来てくれましたね。実はアングリーバードもツンデレなんです。